忠岡町立忠岡小学校は、大阪府泉北郡忠岡町にある公立小学校。忠岡町の西部、南海本線伊勢の地域を校区とする。忠岡村2872年、泉郡忠岡村、下瀬村、上瀬村を校区とする白田号、学校忠岡文校が設置されたことが、学校の起源となっている。 翌1873年には学生発布に伴って、先週第74番田岡小学校が発足した。1889年の町村政治史,史により、田岡村など4家村が合併して、町村制に基づく泉郡忠田岡村となった。田岡小学校は従来通り村西部の田岡、混ぜを工区とした。村東部の北で高槻については、 明治時代初期以来戦南軍や義人城小学校の校区となっていた。北で高月は1914年になりただ岡、小学校,校校区に編入され、ただ岡村全域を校区とするようになった。高等科は1893年以降、仙北軍大津村の大津人城小学校に委託していた。1925年に委託を解消し、 忠岡小学校に高等科を併設している。1947年の学生改革に伴い、忠岡町立小学校の名称になった。1953年には、忠岡町立東、忠岡小学校を分離し、南海本線の線路移動を、東、忠岡小学校の校区に変更した。これに伴い、現在の校名。 忠岡町立忠岡小学校へと変更している。ありがとうございます。